床屋のパラドックスは、数理論理学と集合論における重要なパラドックスである。自分の髭は、このパラドックスは、次のようなものである。床屋が自分の髭を剃らなければ、彼は自分で髭を剃らない人に属するので、床屋は自分自身の髭を自分で剃らなくてはいけなくなり、矛盾が生じる。床屋が自分の髭を剃るならば、彼は自分で髭を剃る人に属するので、 自分で髭を剃る人の髭を剃らないという規則に矛盾する。従ってどちらにしても矛盾が生ずる。このパラドックスはイギリスの論理学者バートランド・ラッセルにより考案されたラッセルのパラドックスを分かりやすくした例である。このパラドックスはさらにゲーデルの不完全性定理やチューリングマシンの停止問題とも関連している。このパラドックスはしばしばジョークに転用される。 その際のお家ちは、その床屋は女性だったというもの。その際には、床屋の性別を明示せず、ある村でたった一人の床屋は、と始まる。ただし、自分で顔を剃らない人全員の顔を剃るたった一人の床屋は、とすれば、顔の産毛などを剃る行為も含まれるから、性別によるジョークは成り立たない。また、有名な謎謎に、村には床屋が二人しかいない。 数との髪はボサボサで、もう一人の髪は整っている。どちらに散髪を頼むべきかというものがある。普通に考えると髪の整っている人に頼みたくなる。しかし、村に床屋が二人しかいないということは、この二人はお互いに散髪し合っているのである。したがって、髪の整っている床屋に頼むと、ボサボサの髪にされてしまい。 髪がボサボサの床屋に頼むと綺麗に散髪してくれるというものである。ありがとうございます。